ドラゴシュ・ドラゴシュは、初代のモルダビア公。この地方を治めた最初のルーマニア人である。ジョチウルスに対する備えのため、ハンガリー王の命でマラムレシュを離れ、タタール人をドニエプル川以東に追い返した。その死後は、息子のサシュが皇位を継いだ。サシュの後は、サシュの息子であるバルシュが1359年に皇位を継いだが、1年後、マラムレシュの別のルーマニア人領主ボグダン一世により追放された。ここにモルダビア公国におけるドラゴシュの血統は絶えた。ワラキアの年代記作者、ラドゥ・ポペスクの著書と、モルダビア公で歴史家のディミトリエ・カンテミールのモルダビア年代記には、ドラゴシュが野牛を飼っている時に、モルダビアを建国した伝説が記録されている。記述によると、野牛狩りの時に、モルダという名のドラゴシュのメスの猟犬が川で溺れ死に、ドラゴシュはこの犬を記念して、川をモルドバと名付けた。後に、この川のある国一帯がモルドバと呼ばれるようになった。モルダビアの紋章に野牛が表されているのは、この伝説に関連している。伝説の他の記録には、多少の違いがある。いくつかは、ドラゴシュが一人で狩りをしたと示す一方で、グリゴレ・ウレー家の報告には、ドラゴシュは王家の出身の人間で、後に公国の最初の村ボーレニの村の創始者となる300人が随伴していたと書かれている。建国の物語の正確さについては1700年代前半から絶えず議論があった。1800年代後半、ディミトリエ・オンチウールはこの建国伝説がモルダビアの紋章に表される野牛の由来を説明しようとしている神話であると主張している。ドラゴシュは、スチャバ県の都市バトラ・ドルネーの建設者でもあると信じられている。ドラゴシュはここで出会った、美しい女羊飼いの記念にこの市を作ったという。ありがとうございます。